い、こんにちは、バートマンです。今日は、40歳からやり直すバッキングの4日目を終わっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、今日はロック、ね、パワーコードの弾き方というか、まあ、ロックのバッキング、ダウンばっかりのやつをですね、やっていきたいと思いますが、過去にもですね、3日間やってきました。そちらをですね、ぜひ先に見ていただきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をね、ここから見始めた人はチャンネル登録をして、ぜひ過去のですね、バッキングの動画を見てから、このもう一回この動画に戻ってきてほしいなと思います。そして、まだあと5日目もありますんでですね、チャンネル登録してですね、次の動画をお待ちください。というわけで、これからもですね、ギターに関する情報はたくさんやっていきます。なので、ぜひチャンネル登録もそうなんですけども、高評価、僕のモチベーションのためにも高評価と、コメントでですね、こういうことやってくださいとか、ああいうことやってくださいとか、ここがわからないとかっていうですね、コメントもいただければいいかなと思っております。ぜひよろしくお願いしますね。はい、というわけで今日は、ロックのバッキングについて、もう初歩の初歩ですね、やっていきたいと思います。はい。じゃあロックのバッキングというとですね、まずこのパームミュートって言ってですね、パームミュート、この部分をですね、ブリッジのところにつけて、ブリッジのところにつけるんですが、もう付け方にもいろいろあって、ブリッジだけ押さえちゃうと開放弦と一緒で、弦だけ押さえちゃうと音程がなくなっちゃう、ね、ほとんど音程が出なくなっちゃう。なのでちょうど真ん中のあたりに手を置いて、弦がこう出てくるところにですね、ここにですね、手を置いてもらって、ミュートを聞かせ、音程もありながら音が早く切れるという。ね。伸びない。かといって切れすぎない。はい、いいサウンドのところを見つけていただきたいと思います。はい。それでですね、よくこのミュートということになったりとか、そのパームミュートのこの形に対して、回転のピッキング、全集中回転のピッキングだとですね、できなくないですかという、ご質問があります。そんなことないんですよね。要は、手首をギュッと押さえつけろっていうことじゃないじゃないですか、パームミュートって。で、軽く触ってても、このぐらい変わりますよね。ただ要は皆さんこうやってね、手首をこう跳ねさせようとしてるんだと思うんですよ。こうやって手首をね、こう跳ねさせようと、まあちょっとやってみますね。で、こう跳ねさせようと思うから回転じゃないんじゃないかって思いがちなんですけど、そんなのね、やってるとめちゃくちゃ疲れちゃって弾けません。で、大事なのはやはり回転で、これここが回転で、そこでやはり屈伸のピッキングもちょっと助けになると思うんですけども、指も動いてると思います。多少ね。ここがやはりこう、回転のイメージなんですよね。わかります？こうやってると思うんですよね。こう。細かいですけど、動きはもっと細かいですけど、回転させてると思います。はい。そして、力を入れすぎない。要はアクセントをつけなきゃいけないと思うので、で、やりがちなんですけども、こっち側、なんていうの、アクセントつける方って、ちょっと弦の数を増やせばいいんですよね。要は、バッキングの時は2本でも、アクセントのとこだけ、オクターブ上を入れるとか、ルート音だけ弾いててコードにするとか、っていう風にすればいいだけだと考えれば、特に右手を強く弾いたりする必要もないんですよね。そこまで力を入れる必要がない。というわけで、そんなにその力まずにやれればですね、これアクセントつけてるつもりもないですけど、なかなかのスピードが出せると思います。それで、やはりこれはですね、慣れというのがとても大事なんですよ。はい。で、やっぱり、なかなかね、40歳から手首も固まってたり、もう、ちょ
ちょっとね、筋肉がたくさんついてて動きにくかったりする人たちがもう、この年齢になってくるとめちゃくちゃ多いと思います。だから、柔らかく柔らかく使えるために、手首もやっぱりちゃんとストレッチしてですね、やってもらいたいということと、結局、理解したかしてないかっていうのは、テンポで出ると思うんですよね。なので、僕の推奨では、まあ、170ができるといいかなと思います。ズンズン、ジャンズン、ズンズン、ジャンズン、ズンズン、ジャンズンって2と4にアクセントがあるやつで、こういうテンポですね。このテンポでですね、しっかりできれば、もう合格と。手首は十分柔らかいですよと、いろんな曲が弾けますよっていう感じで、受け止めていただいていいんじゃないでしょうか。BPM で言うと170ですね。やってみます。というわけで、ロックバッキングについてやってみました。これはですね、まあ、今、6弦の解放と、E のコードという形でやりましたけど、いろんな、まあ、バッパワーコードだとか、いろんな方法があると思います。ただ、ダウン方向だけでやらないと、やはりこう、様にならないというバッキングがたくさんあると思うんですよね。やっぱり。なんかこう、アップダウン感が出ちゃう。それじゃダメだと。こう、推進力がないと。はい。というバッキングっていっぱいあると思うので、とにかくダウン方向にたくさん早く弾けるようにですね、長時間できるように、ぜひ訓練していただきたいですし、このテンポまでたどり着ければ、まあ大体の曲は、まあ特殊な曲は別としてですね、大体の曲が弾けるんじゃないかなと思います。なので、もしこのテンポまでいかない場合は、手首の柔らかさ、力み具合、ピックのホールド具合に、ここを押し付けてないかとかですね、この動画の最初に戻って、もしくはですね、リズムの捉え方、初日のやつに戻ってですね、見てもらって、リズムというのはどういう風に感じてるか、点で当てていってないかとかですね、点で当てていこうとするとどうしても力むんですよ。なので、そういうところも含めてですね、もう一回見直していただける、まあ、いいきっかけになるんじゃないかなと。思います。はい。ぜひ頑張ってやってみてください。というわけでチャンネル、登録と高評価、コメント、ぜひお待ちしております。それでは。動画ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。